はい、どうもベーレスパー坂やっていきたいと思います。はい、早々学園でサイドハーフ作っていきたいと思います。敵の方はシャビ、ワラン、エツジで、花池、響き、朝野、この6人でやっていこうかなと思っております。はい、そしてアイテムの方はバードルと招き猫を持ち込んでおります。ではやっていきましょう。はい、まずはね、花池の評価を上げていきたいです。まず、まあ彼女にしてね、ボーナスもらいたいっていうのもありますので、まあ、しっかりと彼女にして練習を踏んでボーナスもらっていきましょう。で、タック、一番初めにタック呼べるのは花池になると思ってます。なので、まあ、花池をずっと上げていくっていう感じが一番いいのかなと思っております。はい、メンタルでいきましょう。はい、で、ここからなんですけども、できるだけ数字の多いところを踏みつつ、花池の評価を上げていきたいです。ああ、これは4。これでいいですね。はい。で、花池練習後イベント来ていただけましたら、評価上がりますんでね。5上がりますんで、これも、タック呼べる要因となります。早めに呼びたいって。はい。できるだけ来るようにしてください。で、今まで自分は提出、ね、何でもかんでも提出、いいものを提出できればいいかなと思っておりました。でも、序盤の進め方に、対しては、いいものを提出、っていうのも大事なんですけども、いいものを提出しつつ、いろんなポジションの、いろんな練習での提出が大事になってくるのじゃないのかなと思っております。まあその理由は、まあとりあえず、初めてのね、練習で提出すれば15もらえるんですよ、センスが。センスを早めに200にしたいっていうのがありますんで、まあどんどんセンスを上げていくために、まずは違う練習で読んでいきたいです。例えば、まあ、スピードテクニックのようなものはすぐタック来てくれます。このように来てくれるんですけども、メンタルとか、ディフェンスかな、このデッキならば。1個を1体ずつぐらいしかいない練習はなかなか来ません。で、そこに来てくれてるとすごい助かりますんで、序盤はそれをもう祈るしかないです。お、連チャンで来てますね。連チャンで来てるならば行くけど、あ、メンタルで来てる。わ、これすごいありがたいです。こういうのがすごい助かります。まあ、タックが今、花池、しか呼べない中で、スピード終わった瞬間にメンタル来るっていうのがすごい助かります。これで、ね、星、もし1の提出だとしても、星1で5。で、提出で15なんで、20は稼げるんですよ。まあ、できるだけいろんな種類をやりつつ、まずはセンスを稼いでいく。で、コブとか奮起とか、まあ、そのあたりを踏めていけると、やっぱ進みやすくはなりますんでね。はい。これで25溜まりました。はい。これでコブですね。じゃあ、奮起か。ごめんなさい。早い。こういうのがね、やっぱりありがたくなりますので、はい。これをささっと踏んでいきたいです。ささっといろんな練習を踏んでいくっていうのを心がけていきましょう。で、スピード4人集まってはいるんですが、なんとも言えねえなー。彼女ボーナスも呼んでいきたいんで、どこにいる？どこに行った？あー、スピード3になったか。じゃあ、これはこう言っておきましょうか。花池。花池をできるだけ踏むようにしましょう。いいものが提出しやすくなりますんで、花池はワンクールごとに1回ずつ踏んでいく方がいいと思ってます。で、タック。まあ、そこそこのタック。で、これは、ここで練習後イベント読んで次のターンにかけましょうか。はい。はい、1人か。2人来てくれると助かるんですけどね。はい、では花池進んでいきます。で、デートなんですけども、デートは控えめにしておきましょう。自分は後の方で行くのが正解だと思ってます。まあ、その心はと言いますと、やはりね、はじめね、使うのも回復するのもありなんですよ。ゲージを回復するのもありなんですけど、後の方に、やっぱり、回復する。メリットが大きい。まあ、一番最後のやつが星5を使うし、それで、一回デート行って、それやって、デートやって、それやるっていう感じにしていくと、結構ね、やりやすい。なんで、できるだけ早めにもうセンスを貯めていくっていう風にしたい。お、オフェンス5来ましたね。ってことは、これ30ぐらいセンス上がりますね。15、15でしょ。こういうのが助かるんですよ。すごい今回進んでくれてます。まだセク1なんですけど、すごいセンスが溜まってます。まあ、2連チャンできたってのはでかいけどね。序盤で2連チャンはなかなかない。しかも、しっかりと、誰だ。花池がいたってのはでかいです。で、これはオフェンスで良さそうな感じはしておりますが、
でも体力ないから、悦次君の評価上げるためにメンタル君のもあり。ね。オフェンス結構いい感じだったけど、ちょっと体力的な問題。まあドリンクはね、まああまり気味にはなるんですけど、使うときは使ってしまうので、まあ省エネではいきたいよね、という感じですね。で、悦次君で練習後イベントを呼ぶ。二人来てくれれば、まあいいけど、って感じだな。さあ来い。あ、一人か。まあ二人増えただけだね。まあまあ。で、9292。まあ最高のスタート切れたのではないでしょうか。まあ ZUS 早く作りたいよね。ZUS 早く作りたいです。で、これはフィジカルかスピード。まあ、やべえサッカー、そして野釜両方いるんで、一応起こる可能性はある。でも、これはメンタルいって、花池のボーナスもらっておきましょう。うん、監督じゃなくね、できれば、花池が良かったけど。まあ、それは仕方ないとして。はい。で、精神を稼げてますね。で、持ってどこ行くかだな。とりあえず、奮起しておきます。はい。で、メンタルが来ました。さっきメンタル行く理由なかったな。まあ、いっか。ここでメンタル行くか。はい。5は無理ですが。4。3か。あ、オッケー。4になりましたね。オッケーオッケー。ナイスです。で、センス10増えました。これね、初めて施設15がないんで、ちょっとこういうのばっかりやっちゃうと伸び率が悪くなります。なので、今回で言うと、あと、テクニック、ディフェンスを踏んでいけるとセンスは伸びやすくなりますね。あー、さっき行かなきゃよかったなー。まあ、いっか。とりあえずこれは、悦次君の練習後イベントを呼びたい。矢部坂でもいいよ。矢部坂でもいい。練習後イベント来い。OK、2人来た。で、これ10人集まってますね。10人集まっております。で、ここでタックは来てないので、でもこれはディフェンス行きたいですね。花池は踏みたい。で、練習後イベント、2人。あ、来ない。練習後イベント1人も来ない。で、悦次君が住んでおります。で、終わって、あ、テクニック、ディフェンスが光ってますね。いや、ここはね、ディフェンス行きたいな、できれば。テクニックはね、来るんすよ、タックは。ディフェンスはね、悦次君のみなんで、悦次を踏んどきたいんですよね。てか、テクニックは一番来なかったのか。まあ、いっか。はい。テクニックは一番最後になりましたが、これはディフェンス行きましょう。はい。もう、ディフェンスで行くしかないですね。人数も増えないし、両方同じです。で、これで星5が拾えるとありがたい。星5に昇格しなかった。まあ、しょうがない。25センス上がりますね。で、これでコブが増えます。OK。で、これは上で、回復骨か。はい。で、辻が進んでいきます。でもってですね。メンタルでいいんじゃない？でも体力しんどいよな。ドリンク飲んでもいいけど、メンタルでもいい気はする。響きいるしね。響きいるしね。ね。で、どこを鼓舞する？オフェンステクニックを鼓舞してメンタルいく？まあ、それでもいいけど。ね。はい、鼓舞しておきます。テク。で、メンタルいってきます。はい。で、響き練習後イベント来てほしい。OK。一人か。はい、シャビ動いてきます。で、持ってどこに行くか。そこか。できれば、もう踏んどきたいよな。できればもう花池踏んどきたいんですよ。次多分タック来るんで。提出になるから、テクニックを狙いたいんですよね、次。テクニックを狙うためには、花池は多分来ないから、テクニックには。狙うにはって狙えないけど、来てくれたら、ぐらいですが、まあ、花池。で、ここで、花池なしのテクニックでいいから。一応もう、彼女ボーナスは乗ってるし。OK! 来ました。OKOK! さっき花池踏んで正解でしたね。で、これで40、60か。40、60か。どうしようかな。言っとく？どっか3人とかいない？それならば、奮起か。
3人がいたらね、うん、コブの方がテクニックのキャラ来なく、上がんなくていいんでいいんですけど、まあ3人なければ、3人の箇所がなければ、うん、奮起でいいです。その辺は使い分けということで。はい。では、テクニックいってしまいます。18人。さすがにこれは成功、星5で来てほしい。はい、星5、ナイス。いいよ。で、これ30上がります、センス。はい、レンマ。レンマはね、ちょっと使いどころがまだ未だに見当たらないっていうのはあります。未だにレンマがね、ちょっと自分の中で使いどころが見当たってません。はい、そして、結構今回うまいこと言ってる感じはする。うん、結構うまいこと言ってる。まだだってセクニーだからね。セクニーでレンマまで行ってるからね。あと、今回ちょっとドリンク使いすぎな感じがする。ね。まあでも使うべきだね。怪我したくないし。はい、ではスピード行ってしまいます。最後の方はね、デート行きまくる予定なので、うん。ある程度は使っとってもいいと思ってます。セク3、セク4でデート行っちゃうんで。はい、やべ、坂。で、これね、スピードね。鼻息踏んどきたいけどね。スピードなくなっちゃったんだよな。フィジカルいっか。ワンチャンのゴマ。まあでもこれメンタルで越次君踏むのもあり。メンタル行こうか。はい、練習後イベント。いや、来ない。まあ体力温存ということで。はい、越次動いていきます。で、これメンタル行くか。あー、でもディフェンスでもいいんだよな。メンタルコブで一応、メンタルも起こせれるのは起こせれる。だけどメンタルあまり良くないんだよね、俺的に。正直微妙だから、これはディフェンスいっときます。はい。メンタルは精神余るんですよ。サイドハーフ。お、響きました、OK。なんで、メンタルは精神は余るので、まあ、基本的に踏まなくていいかなと。そこまでね。一回は絶対行きたいけど。相対力回復、OK です。で、ここで、テクニックが来てくれた。あ、まあ、いいでしょう。あ、でも、ちょっとな、踏めてないんだよな。これ、星5無理なんだよな、多分な。踏めてないんすよ。鼻息踏めてないからちょっと厳しいんですよね。どうしようかな。鼻息いけてないけど、もうここは行くしかないんだろうけど。うん。あー、次の時でもいいかな。でも奮起しよっか、一応。星5にしてほしいしね。あー、両方ともテクニック来ちゃった。残念。3人中2人テクニック来ちゃったよ。お、来た。ナイス、越次。ありがとう。星5にしてくれた。ナイス。はい、これでセク24,505。行きましたね。かなり行きました。ありがたいです。はい、で、花池。これを回復しておきます。はい。で、ちなみにさっきの夏祭り、ね、この前間違って押しちゃったんですけど、一番下押すと、なんかラブバーになります。はい。よかったら参考までに。まあ、ラブバーはそんなだけどね。この時期のラブバーは微妙な気がするから、何とも言いませんが。まあ、体力全開でやる気がなかったらワンチャンって感じかな。はい、練習後イベント来ませんでした。で、鼻息踏めてるから、ささっと行っときたい感じはするんですけど、スピード。あ。スピード。ありだな。行く。いやー、鼓舞すればスピードいける。太いてもいいけどな。ね。もうここで作品提出できちゃう。言っときますか。10人だけど、ちょっとしょぼいけど。
星4は来てね。できれば星、うん、星4は来てほしいな。まあ、星3でも一応10はセンス上がるからね。星2、星1は最悪だから。まあ、女の子、ね、彼女踏んでれば、ほとんど星1、星2はないと思ってるけど。とりあえずこんな感じでいきましょうかね。はい、行っておきます。はい、では花池行っておきます。 OK ですね。で、練習後イベント終わってからの作品提出がいいんだよな、できれば。そうなるとワンチャン練習後イベントで呼んできてくれるからね。で、星4になりました。で、あとセンスどれぐらいだろう。200まで、あと25、30ぐらいかな。で、スピードかテクいっときたい感じはする。読んだもんな。スピードやべさが来る気もしないから、これはテクニックいっときましょうか。はい。ここは経験点稼いでおきます。はい。そして、花池がいるとこ。踏んでおきたいけどな。はい、行ってきます。はい、できました。スピード OK、 ダブルタックね。まあいいんじゃない。まあ奮起しといてもいいかなってぐらいだけど、次の時に回すか。まあ、響き花池だからワンチャンランクアップも狙えるしね。ああ、でも微妙か。微妙だな。まあ踏んじゃうけど。星4からのランクアップ。お、星、あ、ラッキー。10% ぐらい引いた ?10%、20% 引いたね。はい、ありがとうございます。弟子にしてくれ。おー、ナイスタック。ナイスタックです。これはもうドリンク使いたい。けどドリンクあるかって問題だけどね。うん。それか、どうしよう。鼓舞しちゃう?鼓舞しちゃうか。もう停止しちゃおう。うん。停止しちゃいます。はい。怪我率も 0% ですね。星5ならず。まあいい。で、10センス上がるね。で、ここで、うん。1戦取れました。オッケー、ナイスだね。早いね。早い。早めに取れた。これで、こっからデートなんですよ。こっからデートが大事。で、アートエナジー2個残ってんのか。2個残ってる。わー、これテク行きたい。これはテク行きたい。これはテク行きたい。アートエナジーで回復するのか、ドリンクで回復するのか。まあ、できればドリンクで回復して、次のターン、鼓舞して、デートっていう感じがアートエナジーの無駄遣いにはならないので、ドリンクなぁ。ちょっとやばいかもな。はい。で、技術もうちょい振ります。はい。では、これでいきましょう。テクニックいきます。まあ、テクニックが枯れちゃったね。まあ、しょうがない。なくなっちゃった。でもって、でもって、シャビが動いていきますと。金徳は早めに終わらせてねと。で、ここで鼓舞してデートか。あ、でもメンタルでワンチャン終わっちゃうんだよな。あ、どうしよう。メンタルいっとく?メンタルして鼓舞してデートでもいいけど。メンタル普通にいけちゃうからな。メンタルいっちゃおっか。今精神ちょうどないし。ちょうどないし。いっちゃいますか。はい、いってきます。いや。ここはちょっと、いっちゃいます。はい、星5ナイス。オッケー。300ね。で、ここでデートいきますか。ここ、あー、スピードもなかなかいい感じ。あー、デートだね。
乾燥してたらスピード踏むかもしれないけど、まあ、ここはデートでいいです。はい、 SG 動いてきます。はい、終わりで、一戦踏んでもいいけども、いいけども、あー、テクニックか、コブテクニックでもありっちゃあり。うん、迷いどころだね。迷いどころではある。まあ、一回ずつしか練習踏めないからね、一戦はね。コブにしとこうか。はい、テクにしときます。で、テク終わりますが、これはあまりテク行くつもりない。ここから経験点だからね。オフェンス踏んどいて、で、シャビー。パスをつなぐでいい。で、一応ここはアートエナジー使いたくない気持ちもあるけど、使うか。テクニックで使ってもいいし、そうなれば、まあ一応テクニックは終わるし、微妙だね。ほぼテクニック使うのはありだね。鼻息ありでいけれるのは、まあありがたいし、まだまだ技術稼がないといけないし、まあ、テクニックは111だけど。いっときますか。はい。で、次デートします。はい、行きましょう。で、星5ワンチャン。ワンチャン星5。OK、ナイス。はい、経験点稼げます。で、ここは、まあ、2個溜まってるけども、デートでいいんだよね。2個溜まってるけど、デートでいいんだよね。ね。はい、デート行きます。あ、ミスった。ごめんなさい。アートエナジーで体力回復すればよかった。しゃあない。はい、まあ、これ回復あるか。いいや。はい。セクションクリア。あぶねえ。普通にプレイングミスしました。で、38,992。ちょっと落ち込んだかな。もうちょっと稼ぎたいところではあるけど。で、これは一戦使っていきます。メンタル踏むのもありだけど。オフェンス5人か。普通にコブ読むのありだよね。5人いるから。ね、普通にありだと思う。でも一戦もね、結構気持ちいいんだよな。はい、オフェンスやっていきます。で、オフェンス、これはいきません。で、メンタルでもいっておきますか。はい、メンタルいきます。OK です。で、結構メンバーが集まってきましたね。この辺で1000足らないね。ゲージが足らないね。1足らないね。で、ここで何が来てる？スピード。あー、いい。しかも。あー、スピードか。俺、ここでちょっと貯めて、オフェンスを星5で呼ぼうと思ったけど、ちょっとダメっぽいですね。まあいいや、スピードでもいい。スピードでも全然いいです。鼻息いるから多分、これ星5もらえると思うんだけどね、っていう。星5もらいたいなというところで。はい。では、スピードいきます。鼻息、響き。いやー、来なかった。ランクアップもしなかった。残念です。ちょっとタックは弱くなるからね。星5と星4比べると。で、ここでアートエナジーが5ですよと。5ですよと。ワンチャンこれ一戦オフェンス読んだら来ないよな。筋力余っております。筋力精神は大体余ります。はい。で、まあこれはスピードにでもしよっか。スピードにしよっか。あ、終わんなかった。あ、マジか。まあいいや。はい。11%。ドリンク使い切るか。
はい、ではスピードいきます。はい、行っちゃいましょう。で、練習後イベント響き。だが花池いなかった。マジか、花池来る予定でいたんだけどな。ってことは花池どっかで踏まないといけない。うわっ、マジ失敗した。ここでワラン失敗。マジか、ここでワラン失敗か。で、デート行くとして、あ、ちょっとマジか、マジか、ここでワラン失敗か。ワランが終わったら精神触れるようになるけども、ワランが失敗はちょっと想定外だった。で、3回目で花池のランクアップ金徳、オッケー、終わらんな。で、シャビも終わっていけます。性格無比。あ、待って、え、むっちゃ失敗するやん。ここに来てそんな失敗する？マジか。まあ、スピードいっとこうかな。で、鼓舞しといて、できるだけ上げとこう。一応ね、星5でもらっときたいから。いやー、ちょっと、金属失敗が多いな。2個も失敗しちゃったよ、レンちゃんで。ちょっと厳しい。はい、ではスピード、いってしまいます。いいよね。16。まあ、16なら星5でしょう。ワンチャン星4でも。OK、ランクアップ。響きと、いるからね、花雪が。はい、で、ここでデートもありですが、1回踏んで、次、一戦。でもありなんだけどね、これコブやって、まあ、でも体力ないからな、ちょっときついんだよね。正直ね。13%通したいな。行っちゃう？もうコブ行ったら、まあ次出ときゃいいもんな。はい、スピードいきます。 0% です。はい、行っときましょう。あ、でもこれ星5取れねえじゃん。ミスった。あ、やばい。あー、まあ星4にはなったね。オッケーオッケー。あ、ちょっとミスったな。確かに星5にならない状況で、まあ、うん、しょうがない。無理に行くとこじゃなかったな、今。ちょっと後悔してます。で、ここはデートかなっていう。デートです。デート行っておきましょう。はい。で、ゲージが回復しましたよ。で、メンタル踏むのもありだな。意外と精神がこんなもんだったっけ。もっといつも精神が余るイメージがあったんだけど、まあこれ踏んどいてもいいんだよね。まあ、残り1回しかないけど、まあ、メンタルいって一戦行くのも、でも一戦オフェンスに使いたいんだよな。オフェンスに使ってみる？いや、でもな、4人だからな。終わってくれたね。オッケー。しかも花池もいるね。オッケーオッケー。12か。12で星5が来てくれたらでかいな。12で星5が来てくれたらでかいけど。来るかな？来てほしいな。はい。技術は完走します。星5。星5。はい、ナイス。OK です。はい。で、これは、作品でいいんだよな。はい、作品です。で、能力振ってきます。まあ、いい感じに来てるんじゃないかな。うん、いい感じだと思う。でも、金徳が失敗してるのはちょっと痛い。ね、金徳2個も失敗したからね。ちょっと痛いわ。振り切れると思うんだけどな、全部な。はい、行きます。はい、1-0です。まあサイドハーフ満点きついんだよな。満点が本当に取れない。2点取れないからね、サイドハーフで。で、これなんだが、これなんだが、どうしよう。最後デートも行かないといけないでしょ。デートも行かなくちゃいけなくて、最終ターンに一戦する
テクニックスピードに、まあテクニックなのかなとは思うけどね。そう、 S 字しかいないからね。これでプラス4とかだったらテクニック1回踏んでデート行ってって感じは考えたけど、微妙だよな。 S 字が呼んでくれるのであれば、もうテクニックにかけるか、意外と技術がまだ足りてないからちょっと溢れるね。行っちゃうか。はい、テクニック。で、練習後イベント。エッジ来い。一人か。で、これで鼓舞して、これで鼓舞してデートいきます。お、いいね。スピード、オフェンス。どっちでもいい。オフェンスいってきますか。まあ、どっちでもいいな。鼓舞。で、デート行って、最後一戦して、で、いいよね。まあ、一戦しなくてもいいけど。うん、いいのがあれば。これね、カラデートなくなったらマジでかい。うん、昔これか最終ターンにやるっていうのは本当に自殺行為でしかなかったから。あー、普通にこれテクいいじゃん。でも花池いない。花池がいねえ。花池がいねえ。一戦でテクニックに呼ぶ。でも花池来るかどうか分かんないしな。まあでも一戦なんだろうな、ここはさすがに。意外と精神も足らない説ない。あるよな。でも技術も、うん。まあゾーンと大ゴールでしょ。ゾーンと大ゴールでしょ。意外と精神集めた方がいい説あるんじゃない。そして精神に集めれば、メンタルに集めれば技術も稼げるからあるんじゃない。で、意外と今技術触れないからさ、技術触れないからさ、はい、メンタルにいってきます。うん、あ、精神乾燥しなかったか。まあまあまあ、まあ、技術は溢れる。あ、でもこの辺溢れば、溢れはしないのか。はい、とりあえずこんな感じでいきますか。これで精神も大丈夫だし、技術もこの後稼ぎましょう。はい、いきまーす。で、鼻息来てるから多分星5にはなるでしょう。あ、ならない。あー、ならないか。ここで経験点もらえると思ったんだけどな。まあ300もらえればいいよ。で、スピード。スピードじゃないな。これスピード踏みたくないな。敏捷もまあ多少は必要ですけど、まずはオフェンスな感じがする。なんかスピードもそんな強くなかったしね。ワランだし。これはオフェンスいってきます。はい。で、あー、テク。あー、これはテクだ。敏捷も稼げるしね、ここで。ここで敏捷を稼げるので、テクいっちゃう。テクでいいっすね。はい。まあ、いい感じに経験点は出てんじゃない。ね、本当はテクもう1ぐらいあった方が良かったけど、まあ、ここで終わりです、テク。残りは、オフェンス、メンタル、スピードで勝負しましょう。うん、敏捷、まあ、スピードでもいいかな。いいタックが来てくればいいけどね。はい、では、行きましょう。はい、1-0。満点取れねえな。まあ、しゃーないけど、しゃーないけど。で、ラストは？ラストは、微妙だなぁ。まあ、オフェンスで敏捷稼げてるのもあるし、でも技術は結構これでいったんじゃない？いったよね。これなぁ。筋トレが成功してればなぁ、よかったんですけどね。ディフェンスを振るために敏捷欲しいな。でも、スピード、微妙な465でしょ？ちょっと微妙な日だなスピードなぁ。振るとしてあとディフェンスでしょ。多分サブポジまでは行ってらんないんで。はい、危ね、怪我しなかった。適当に振っちゃったけど、
はい、ではこれで行ってしまいましょう。行きます。はい、1-0終わりました。満点取れないな、一回も満点取れませんでした。ということで、まあ ZUS は超えましたね。 ZUS 星1ぐらいはいったと思います。でここで経験点いくつかって感じ。ここでいくつですか、経験点は。6万5000点いったかな。7万点は無理だと思う。はい、6万5000。はい、振ってまいりました。ということで、まあ、今回は ZUS 星1で終わりました。まあいい感じにいったと思います。まあここからね、サクチャリが始まりますので頑張っていきましょう。ということで今回は終わらせていただきます。ご視聴ありがとうございました。こちらの動画が良かったなと思う方はグッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。お疲れ様。